にちはかもしれないのか。おはようございます、こんにちは、こんばんはです。 AKB48 チームエイト茨城県代表、そしてチーム A 兼任キャプテンのりんりんこと岡部りんです。よろしくお願いします。私はですね、16シンパシーのサビの振り付けを今から説明していきたいと思います。でも私はオリジナルメンバーではないので、こういうちょっとした細かいところとかが本当はどうなんだろうっていうわからない点がちょっとあったので、当時オリジナルメンバーとして16シンパシーのミュージックビデオに参加されてたりとか、横山由依先輩に先ほどですね、テレビ電話でここってどうなんですかとか、ここってパーでしたっけ、胸の前でしたっけとか、そういうことを聞いて正しい振り付けをさっき教えていただいたので、私からってよりゆいはんさんから教えてもらったものをまた皆さんにっていう形なんですけれど、一緒に皆さんも16シンパシー踊れるようになってもらえたら嬉しいなと思います。それではレッツ16シンパシー。レッスン1、サビの振り付けは4つに分けながら説明していきたいと思います。じゃあまずはここから。君に重力心配し何も話せなくても、ここまで。今回は本当はミュージックビデオだと両手バージョンになってるんですけれど、私たち普段はハンドマイクで歌ってるので、ハンドマイクを持ってるバージョンで皆さんに説明していきたいんですけれど、最初は君にで右手を引きます。後ろに君ににで指さします。君に、その時に右足をこっちに、足をこっちに後ろに蹴ります。君に重力、重力シンパシーってまあそのバスの中にいるようなそんな設定じゃないですけれど、まあバスにいると思ってください。重力でこのつり革を持って重力って自分が下がってこの重力を感じてるというような、なんだこの説明、イメージ的にはそんな感じです。君に掴む重力、そしたらこの右手を大きくこっちに向かって左に向かって大きく回してください。その時回す時はグーで回してるけど、ここについた時にはパーになります。君に重力心配し、そしたら何もでこの足を前に出す、前後ろトントントン、手はこれを持ってこっちに出したら体の前で回して、最後はここに着地してください。わかります？リモコンで何も話せなくてもになったらダメだよみたいな、いっこさんみたいなノンノンノンって感じ、できるだけ多くダン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 ってこのほっぺたの横ぐらいでチャ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 ってダメだよって言ってから、胸の前に手をパーで出してください。君に重力心配し何も話せなくても、ちょっとこっちでもやってみますね。君に重力心配し何も話せなくても、こんな感じです。以上レッスン1。レッスン2、ここからはフォーメーションだと奇数列が右に動いて偶数列が左に動くっていう動きをやっていくんですけれど、多分皆さんはフォーメーションでやる機会はあんまりないかもしれないので、1列目の右に行く動きをちょっとレクチャーしていきますね。まずは確かに今で、右に行くときは右足から始まります。前右に出したら次に動く足を後ろにかける、でまた横に出して気をつけ、で次が後ろじゃなくて前にかけるんですよ。タンタン、そしたら次はこう早くやるとタン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 タタタですかね。で手は左肩右肩、まあ、骨盤というか脇ですかね、左脇右脇、手はこういう動きですかね、
確かに今、ちょっともう一回、僕らはで、この手をグッて横に出します。で、その時に顔もこっち。確かに今、僕らは、いきますよ。確かに今、僕らは。そしたら横山由依先輩によると、両手振りの時に回る時にこう忍忍ポーズをしているらしいです。忍者のポーズを。で、まあ、私たちはハンドマイクを持ってるので、こうして弾いてきたら、このマイクの近く、手の近くにこの忍っていうポーズを持ってきて、一つにな、この時に足を開いてルーの時になったら足閉じます。で、ではそしたら次パーに戻して体をフルフルフルってしていきます。で、この時はお腹よりもお尻をこう意識して動かした方が、正面からお客さんから見た時に体がすごい揺れてるように見えるので、お尻を結構大きめに動かしてあげると動きがよく見えると思います。じゃあやってみますか。確かに今、僕らは一つになる。こんな感じですかね。じゃあ私も後ろ向いてやってみます。確かに今、僕らは一つになる。レッスン2、こんな感じです。レッスン3。レッスン1でやったことと同じなんですけれど、歌詞が変わるぐらいで動きは同じですね。一つになる、君に重力心配、後ろ気づかなくても。こんな感じです。皆さん、歌詞は間違えないように、振りはレッスン1と同じですよ。レッスン4、ここはもう本当にあともうちょっとです。分かり合える日が来るよってところなんですけれど、さっきこれで割ってたと思うんですよ。そしたらこのパーで出してる右手をグーにして、こういう軌道で、で、体は右に乗ってください。で、左足上げます。左足が上がるくらいに右に重心持ってきます。分かりで、ここに持ってきたら、あーエールで、この手を頭に持ってきてこっつんこします。その時に首は自分の左の方にこっつんこされてください。わかりあえるで、気をつけになったら右足を蹴ります。蹴ったら、ちょっとここ難しいんですけど、蹴ってちょっと巻きつけてこっちに着地させてください。わかりあえる日が、で、手は持ってきたら、足をこっち持ってきたら、こっちも手持ってきて前に刺します。で、この時に頭も一回一回というか、この体の向きに合わせてこっちにちゃんと、顔もこっちに向けてください。わかりあえる日が来る。来るの時に思いっきりまた体を一気にこっちに持ってきます。手もパーで準備しておいて、来るようになったら前に来ます。来るよって、手はだいたい45のところを狙って、手はパーにして出してってください。手とこの顔が前に向く瞬間が同じって感じですかね。くるよーで、じゃあそうしたら小指を意識して回すってさっきユンハンさんが言ってました。小指で回すって意識して、リズムに合わせて4回くるよー、1、2、3、4で、その時に体もちょっと合わせて1、2、3、4っていう感じですかね。じゃあここちょっとおさらいしてってみますね。分かり合える日が来るよ、1、2、3、4。
ますね。わかり合える日が来るよ。どうですかね。こういった感じで1,2,3,4 やってもらえれば16シンパシーのサビ踊れると思いますので、一回曲でやる前に私の口歌でちょっとゆっくりにやってみましょう。あのサビの接触からいきますね。いきますよ。君に重力シンパシー、何も話せなくても確かに今僕らは一つになる。君に重力シンパシー、後ろ気づかなくても分かり合える日が来るよ。1,2,3,4。どうですか皆さん、できましたか？どうでしょうか。重力シンパシーのサビの振りのスペシャリストになれましたか？まあライブとかではね、あのファンの皆さんにはぜひね、踊りよりかはこう光るやつ、ちょっと忘れちゃった、なんていうか、あ、ペンライトだ、ペンライト持ってういってやってもらいたいですけどね。どうしよう、レクチャーしちゃったから踊ってる途中に皆さんも頭こっつんこっててな、ちょっとわーってなっちゃうんですけれど、まあまあまあ、真似して踊ってくれる方はぜひこの動画でね、参考にしてもらって覚えてもらえたらいいなと思います。私たちも振り分を見て自分って起こしたりとかするので、ちょいちょい間違ってたりしてたんですよ。ライブとかでも「てててててて」これとか省いちゃってて、このままこっちに行っちゃってたりとかしてたんですよ。オリジナルメンバーの先輩とか、実際にその振り付けをしてくれた先生に聞いてみると、ここはね、一回ここに置くんだよってことを知ったりとか、そう、私たちのびっくりなことってちょいちょいやったりするんですよ。今回私がやったのが、もしかしたら 100% 合ってるってわけじゃないかもしれないんですけれど、そういう時にあのゆきりんさんとかね、ゆいはんさんもいるので、お二人にも聞いてね、やってみてください私が教えられることはできたかなと思いますので、じゃあ皆さん頑張ってください。でもライブの時はコツンコやんないで振ってね、ペンライト。じゃあね、バイバーイ。